グミソ、あ、来たと思います。今日ですね、なんと年末に向けて衛星がめちゃくちゃ大きいアップデートを予定しているという形でですね、今テストサーバーとかもなんか出してるみたいなんだよね。っていうところで、かなり冬の大型アップデートキャンペーンというのがあるらしくて、まあプレイステーションの日本版は出てないんだけど、そこら辺踏まえて今日はですね、何を今後大型アップデートしていくのかっていうリストとかもあったり、そこら辺も踏まえてですね、冬のアップデートをみんなと見ていきましょう。それでは本日もこちら、こちら1つ目、大型アップデート予定とテストサーバー、2つ目、大型アップデートの予定の内容ですね。で、最後にですね、まとめという形でやっていければと思います。で、まず1つ目に大型アップデートテストサーバーって感じなんだけど、まあ、まず今回何が起きているのかっていうと、衛星をさらに良くしようという形で、まずテストサーバーっていうのが始まりました。なんと9年目にして運営テストをすること覚えました、すごいっていう感じなんで、なんとですね、テストサーバーを運営今していて、でそのサーバーの中でですね、新しいバージョン、今のバージョンよりかなり進んだバージョンですねっていうのをみんなにプレイしてもらってて、いろいろフィードバックをもらってるっていう感じで、これはですね、 Steam 版限定でやっているので、ちょっと他の筐体の人はプレイできないんだけど、まあそもそも日本版プレイステーション発売されてないんだけど、はい、どういうことだっていう感じなんだけど、まあそんな感じで一旦ですね、今みんなのテストサーバーの協力を得て、まあ、いろんなことを試してるっていう形ですね。で、これ何のためにやってるかというと、まあ、年末に向けて、まあ、基本的にさ、アメリカとかって欧米って結構そのなんていうかな、きっちり休むじゃん。なので冬休みが結構長いんすよ。で、ウィンターワンダーランドとかもそれをカバーするために冬イベねはやってたんだよね。結構ね、年末にかけて年始にかけて12月後半に入れて、もうそこでみんなにプレイしてもらって運営は休むみたいなっていう感じのノリなんですよ。なので基本的には年末に入る前にいろいろやっとかないと、まあ、結構ね年末対応できない可能性が高いので、そこでもし大変なバグとか沼っちゃったりしたらえらいことになるという形なので、そこに向けてですね、まあ大型アップデートで、まあ年末の予防線を張っているみたいな、そんな感じですね。まあ、要するに今かなり、まあ、環境としてもバグも多くて結構ですね、なかなか大変な状況になっているので、そういったところでまあいろいろ直していこうねみたいな感じで本腰をかなり上げていて、あらかじめ先のバージョンね、アップデート予定のバージョンのゲームソフトのクライアントをですね、提供できるようにしていて、事前に遊ぶことができるみたいな感じの、そういったものを Steam 版ではですね、対応可能で、まあ、みんながいろいろテストプレイしているみたいな、そんな感じなんだよね。で、内容も結構ね、がっちりしてて、マジでしっかりした内容ずらっと書いてあるんですよ。アップデート予告みたいな感じで。なので、次の項目では、この流れで年末に向けてめっちゃでかいアプリぶち込むんだけど、その一覧っていうのを見ていきたいと思います。という感じでね、ちょっと内容が多いんでサクッといきたいんだけど、まず1つ目なんですけど、ペンギンですね。衛星の頃はね、なんかペンギン島みたいな形で、ここにいればペンギンおるやろみたいな感じの島とかあったんだけど、なんか脇が多分薄いから、そこら辺でペンギンちゃんとね、スポーン域を広げるみたいな、そんな感じなのかな。で、次なんだけど、いかだの操縦席の上に建築するとプレイヤーが上空に浮き上がる問題を修正っていう感じで、なんか結構さ、子供もそうだけど上にピョーンって飛んだり、なんか縦軸バグることがよくあるから、そこら辺のいかだ部分の調整かな。で、さらにイカダ引き続きなんだけど、ツールや武器を持っていると前方に滑る問題を修正。あ、そんなのあるんだ。なんかツールとかピッケルとか持っているとイカダの上だとスッて前に滑っちゃうのかな。で、背の低いキャラが浮いてしまう問題、まあ結構さ、背の大きいちっちゃい選べるから、低いキャラで遊ぶとなんか浮いちゃってたりして1バグが起きてたって感じかな。で、さらにサーバー再起動時にイカダの上のプラント X が成長しない問題を修正という形で、やっぱ結構イカダの上バグってるっぽいね。なんかリリース当初ももうこれはなったんだけど、イカダの上に、まあ、こういったね、焚き火とか松明とかいろんなね、光源を置くとめちゃくちゃ異常に重くなっているみたいなのもあったので、そういったところ含め、まあ現状としてはいろいろイカダの上でなんかするとバグるみたいなのを直す予定って感じかな。っていうのは今後直す予定なんで、今これがある可能性があるっていうところなんで、皆さんいいですか、今話している内容は今俺らの衛星に起きている問題です。なのでこれアップデート予定だから、これだけ気をつけて、マジで今起きてるから、まあ合わせてこういう感じで直すんだと、あ、これ今あるんだっていうのは両面でちょっと見てもらえるといいかもしれないかなっていうところで、多分そっちの方が幸せになると思う。あ、これこの間アップデート予定で言ってたやつやってなるからねっていう感じで、次行ってみましょう。で、次はですね、テイムなんだけど、特定の生物に刷り込みできない問題を修正っていう形で、これテイムの欄で刷り込みできない問題を修正っていう風な書き方なので、おそらく誘拐テイムあるじゃん、親を倒して
で子供の所有権がフリーになるから、そこで所有権獲得して子供を誘拐テイムするってやつ、親を倒してテイムする。でその時にそのテイムした瞬間にテイムボーナスが乗る恐竜と乗らない恐竜がいたんだけど、すごいねこれ不安定な感じで、なんかね一貫性がないのね。で多分誘拐テイムした時の子供のレベルボーナスの話をしてるんじゃないかなっていう形で、まあ、刷り込みとかをしてレベルアップをなんか測るとかなのかな、まあ、要するにまあ何かしらの刷り込みができなかったんだけど、ここは俺のね予想でしかないのでちょっと分かんないんだけど、まあ、あのそんな感じでとりあえず刷り込みの問題、インプリントの問題っていうのをあの解決しますという感じですね。インプリントできないやつをできるようにすると。で次リニオですね。リニオギナタなんだけど、リニオギナタは建造物が拾えない複数の問題を修正。でこれリニオの特徴なんだけど、エグゾメックみたいな感じで金庫とかをこうやって持って運べるのね。既存の建造物をホイって持ってあのなんか移動できるんですよ。でそれがなんかできなかったらしいですね。であとは天井における動きの問題を修正っていう形なんだけど、まあ天井の動きってよくわかんないんだけどまああのこういった天井なんだけど、まあそこら辺でなんか物理エンジンがバグってたのかなっていうところになってますね。で次なんだけど、次がですねリングメニューがなんかビジュアルと一致しない問題。まああのリングメニュー、これ例えば排便とかあるんだけど、排便したらなんかあの排便したね、まあ違う行動を取ってしまってたみたいな、そんな感じになるのかな。で次がマウスが UI モードで動かなくなるような問題を修正。 UI モードってなんだ。でもここに関してはなんかちょっと俺もよくわかんないんで、ぜひねあのこれじゃないかなっていう人いればコメント欄で教えていただければ嬉しいなって感じで、次ですね。次がデスボックスマーカーが近くにいても隠れなくなる。これマジでね、マジでめんどくさいから。あのデスボックスマークがあるんだけど、例えばさ今の俺だったらまあいろいろねこうやって死んでる場所があるんだよね。でこれを例えばさポイントしていくじゃん。で近くに行くとなぜかこのドクロマークがなくなるんだよね。だからあのかなりキャッシュの見やすさっていうのが悪くなる。これ近くに行くとほら今消えたでしょドクロマークっていう感じで、ドクロマーク消えちゃうから草むらとかにあるとキャッシュがねすごい見づらいので非常に不便だったんですが、これが近くに行っても消えなくなるっていうところで、これ非常にねいいですねっていう感じになってます。でさらになんとログアウト時に生成されたデスボックスも表示されるようになるという形なので、まあなんかログアウトしてる時に死んじゃったタイミングでデスボックスが今デスボックスというかこのデスマークのドクロマークが表示されないのかな、そこら辺も表示されるようになるという風な形になりますね。でなんか次めっちゃ便利なんだけど、なんと松明を腰に装着した際トロードンを驚かせるようになるっていう形なんで、松明をですねちょっと今ね装備するんだけど、こんな感じでお股に入れるのね。ちょっとお腹が出てるから見えないけど、こうお股に挟むのねこれこうやってお股に挟んでるんだけど、お股に松明を挟んでブンブンするとあのトロードンがびっくりして近寄らなくなるっていうか、あの怖がらせるようになるっていう形なので、まあ結構ねあの何急にドリー下ネタ言ってんのって感じなんだけど、なんかドリーが急に下ネタ言い出した。お股になんか松明挟むとトロードンがビビるんだって。以上です。で次ですね、次はですね再ログインして洞窟の中でログインした際なんだけど、その時にレベルを正しく読み込まなかったっていう場合があるので、そこを修正って感じですね。なのでなんか再ログイン洞窟内で、まあ洞窟内で落ちたりした場合かな、その時にレベルがなんかちゃんと正しく読み込めてなかったって、俺はちょっとごめんこれやったことないとかなったことないんで分かんないけど、そんな感じのものがあるらしいので修正予定です。で次なんだけど、菜園内の作物が見えなくなる問題を修正。なので芋とかなんかとりあえずレモンとか植えてたら、まあ、なんか見えなくなってたのかな。これはちょっと良くないね。キブルとかまあいろんなねフォーカルチリとかまあ何でもいいんだけど作る時に不便になっちゃうねっていうところで修正だね。で、リログ時のカメラ問題を修正。カメラ問題って何かあったっけ、なんかわかんない。あのていうかそもそも日本版は今んとこあのこの設定画面の設定が反映されないから、ビデオ以外なのでフォブとかも変えれないし、あ全然よくわかんないですこの辺は、はいっていう感じになってます。次カルカルドントサウルスですね。カルカルはギガの心臓をドロップするようになりましたっていう形なんで、まあ、これは ASE の頃の仕様と一緒ですねっていう感じなんで、今はギガの心臓をカルカルがあの落とさないって感じになってるみたいですね。で次テックレギンスですね。テックレギンスが自分の建造物にダメージを与えないようになるって形なんで、テックレギンスねダッシュして岩とかぶっ壊されるんだけど、多分そのダッシュでドーンってぶつかった時に自分の建造物にもダメージぶち込んでたらしいですまだ俺解放してないから知らないんだけど、なのでそこをあの修正しましたというところですね。で次ですね、次は採取ですね。高負荷状態のサーバーで採取した時に多くの生物が通常以上の量を採取できてしまっていたと。なんかバグっててラグの問題かなんかでめちゃくちゃ大量の
まあ、あの最終量があったというところなんで、そこら辺があの修正されたと。でいくつかの小型生物が採取できない問題を修正なんで、まあ、なんかちょっと分かんないけど、俺はこれ会ったことないんだけど、とりあえず、まあ、今のところ小型生物が何かしら採取ができない生物がいるみたいですね。で、次なんだけど、これ非常に誠に悲しいんだけど、釣りUI タイマーが正しく更新されるようになりました。これさ、もしかしてなんだけど、釣り竿にさ餌として蜂蜜をつけると、タイマーがなくなるじゃん、腐敗タイマーなくなるじゃん、あれがもしかして修正されるんですかね。すごく便利だったんですけど、もしかしたら釣り竿の餌に、ASE の頃はね、餌につけておくと腐敗タイマー減らないよっていうね、そういった神がかったですね、仕様だったんですけど、それが許されなくなるかもしれません。はい悲しいというところになっております。で次ですね、次がですね、ボスなんだけど、なんと気絶しているサバイバーが転送されなくなるっていう形で、今は逆を言うと、なんか気絶してるサバイバーも転送されちゃうんで、例えばなんかわかんないけど、嫌がらせかなんかで公式サーバーでそのポータルの中で気絶してるっていうか、ログアウトしてると、そいつのせいでユーザー1枠減らされるみたいな感じになってたのかもしんないね。なのでこれはなんか良くないね、悪用できるから。でさらに言うと、俺驚いたんだけど、海洋生物が転送されなくなるって、今転送されるのえ、どこの範囲から、どこのオベリスクの範囲から転送するのわかんない、赤オベからなんか近くの海のやつ転送するのかなっていう感じで、多分転送した瞬間地上判定で死ぬと思うんだけどそんな感じで謎のね、ボス戦の仕様があるらしいんで、皆さん赤オベとか特に海の近くなんで、海っていうか水辺の近くなんで気をつけてくださいっていう形になってます。まだアップで来てないからね、これね、何回も言うけどっていうところで、次にこれめちゃくちゃね、みんな悩んだと思うんだけど、工業用調理器具ですね。でまずこれはプラスのあれなんだけど、一度に100個のアイテムを生成できるようになる、これはすごくいいね。で貯水量も1万に増加、これもすごくいい。で特定のアイテムのみ自動でクラフトできるようになる、これ要するにキブルと染料がダブルでできてて、キブル作りたいのに染料の方に素材持ってかれてダリーみたいなのが多分なくなる、これはマジで大事なので、非常にこれはいいアップデートかなっていう風な感じですね。で次ですね、次はですね、テックテレポーターのちっちゃいバージョンですね。なんか今作からテックテレポーターのなんかちっちゃいやつもね出てるんだよね。まだねボス戦俺ら行ってないからわかんないんだけど、なんかテレポーターのちっちゃいやつがあるんだよ。巨大な生物を転送できなくなるって感じで、今は無理してちょっとはみ出ても転送できてるみたいなんで、そこがサイズに応じた恐竜しか転送できなくなるよっていう形になってますね。まあここはさすがにまあ大事だよねっていうところになってます。で次ですね、次に関しては建材だね。建材が設置した後、草が飛び出していると自動で除去、おすごい。でさらに建材をどかすと再び生えてくる、すごい、これすごいね。これ例えばなんだけど、まあ例えばこれトラップなんだけど、こうトラップ置いてここら辺からなんか草が生えてくるとかあったんだよね。 ASE でも全然あったんだけど、自動的に土台とか建材があるとその草が切られるというか、削除される、こういう草とかがっていう形になって、さらにその後に土台とか何かしらの建造物を、まあ、どかすと消すとまた草が生えてくるようになるっていう形で、めちゃくちゃリアルになるね。これはちょっといいね。なんかたまにさ大型アップデートの後とか結構さ建造物の下から草とか生えてたり、すごいなんか微妙だったから、そこら辺とかもね消してくれるのかなっていう感じで、ちゃんと建造物判定で草が消えるっていうのはいい感じかなというふうに思いますね。で次になんだけど、なんかねこれよくわかんないんだけど、設定の部分で初回の解像度を変更した時にリセットされる問題を修正、解像度を変更した時になんかねリセットされるんだって。で解像度っていうのはここなんだけど、ほとんどの人が 1920×1080 で HD でハイビジョンでやってると思うんだけど、まあ基本的にはまあこれなんだけど、まあちょっとパソコンがちょっときついなっていう人はこういう風に640とかに解像度を下げてやると軽くなるので、そういう人もいるかもしれないんだけど、そうやって変更した時になんか初期化されてまた1080とかに戻ってしまうっていう問題があるらしいので、ここが修正されたっていう感じですね。で次になんだけど、次はちょっとね英語も難しかったんであれなんだけど、とりあえず PVE の時ね、 PVE の時飛行生物がなんていうの、つかみオンの状態、キャリーできるみたいな感じ、運べるみたいな時の状態になんかリニオクナタを拾わないように修正、ちょっとアメリカ語が難しかったんで多分そんな感じやねっていうところです。で次がサーバー再起動時に
卵が床に沈む問題を修正、まあ、これはね卵以外にも結構ね沈むあのものが多い。恐竜も沈むし建造物の中で、まあ、なのでこう沈む系を修正してくれるらしいですね。かなり沈む系多いので室内でね、なので、まあ、ここら辺はちょっとやってほしいなみたいな、そんな感じですね。で、次ですね、次はですね、地形にクリッピングされている扉を配置できないように修正。これどういうことかちょっとよくわかんないんだけど、地形にクリッピングっていうのはちょっとなんかアメリカ語は難しいんだけど、まあ、要するに無理やり扉をなんかグリッチみたいに配置してトラップだったり通行不可にするような形をできないようにしてるんじゃないかなっていうふうに俺は想像してるっていう感じかな。で次ですね、次はシングルプレイ時のデフォルトの燃料の消費効率を変えるという形になっているので、まああのおそらく今あまりにも消費効率がなんていうかなぬるげーすぎるという形で全然多分燃料が減らない設定になってるのかなっていう形を想像できるので、それをもうちょっとまともになんていうかな動くようにしたというか減るようにした、あまりにも減らなさすぎたから減るような形で設定したというふうな形に、まあ次のアップデートでなるんじゃないかなっていう感じですね。で次にプラットフォームとかイカダとかの部分になってくるんだけど、これはね、まあ、時差場とかの設定になるんだけど、プラットフォーム上の建築制限を取っ払うことができるんだよね。でそうした時にイカダとかプラフォの上にヘビーとかテックのタレットを置けるようになったって感じなんで、ガチムチなガチムチなテックタレットとかヘビータレットを置いたイカダを作ることができるみたいな、戦艦を作ることができるみたいな感じの設定かなっていう感じなんで、ここら辺の設定で今多分ヘビータレット、テックタレットがこの、制限を撤廃しても多分置けないっていうことなのかな。なのでそういう風になるという風な形で新しくね、変わるっていう感じらしいですね。で次はタレットの設置上限数なんだけど、ここはトライブに関係なく範囲内のタレット数を上限数にカウントするっていう形なので、例えば自分のトライブ内での設置上限数みたいなものが全然知らんやつの隣のトライブの、タレットとかも同じ範囲だったら上限数に触れるっていう形なんで、横のやつが鬼ほどトライブでタレット置いてたら自分が横の家だったら全然タレットが上限数になって置けないみたいな感じになるらしいです、残念ながら。はいっていうところですね。で次はテックフォースフィールドですね。でこれはですね、普通に射撃とかのやつをブロックするようになるっていうところで、多分射撃とかされるとブロックしてなかったのかな、なんかそのなんていうかな、その遠距離武器というか銃とか普通に撃つ系のものをブロックするようになるって書いてあるので、ってことは逆を言って今ブロックされないみたいな、なのでまさかの今フォースフィールド欠陥品です、はいっていうところになってます。であとはテックフォースフィールドちょっとバグってるのが多いらしくて、さまざまな問題を修正って書いてあるので、おそらくテックフォースフィールドは結構バグってるっぽい。でさらに燃費効率を修正なので、もっとあれなのかな、コスパが良くなるのかなっていう感じですね。で次ですね、次はティラコレオなんだけど、より安定して木から飛び降りるようになるって感じで、なんかねティラコレオなんかあんまりね降りないんだよね、なんか微妙なんだよね、その飛びついてくる判定が ASE の頃より結構微妙で、なんかあんまりねなんかレッドウッドでもそんな怖くないんだよね、マジでギリギリなところで、でウィーってやんないと降りてこないので、そこら辺考えるとおそらくなんだけど、まあ多分ここら辺がより強力になって、よりプレイヤーをしばきに来るような感じのレベルになったかなっていう感じですね。というところなんで、まあそこら辺でですねティラコレを多分脅威がでかくなります、はい皆さんレッドウッドでお気をつけくださいと。で次ですね、次は真空室とかムーンプールでドアを設置できない問題を修正なので、ここら辺逆に言うと今設置できないけどちゃんと次の大型アップデートでは設置できるようになるよっていう形になってますね。で次生物の一部なんだけど、正常に攻撃しない問題、あそんなのあるんだ、それを修正っていう形ですね。で次が、ケブカサイの赤ちゃんなんだけど、うんこが、正常に生成されるように修正、なんかお腹壊してんのかな、異常にうんこするのかなわかんないけど、ケブカサイの赤ちゃんのうんこがおかしいらしいですね、ちょっと病院に行ってくださいっていう形です、それは。で次はシステム面の変更なんだけど、スタンバイデバフを被弾した際に、おそらくまあこれはあれかな、プルロビアとかのスタンの意味なのかな、そこら辺を被弾した際に生物から降りれない問題を修正なので、プルロビアバーン当たって生物がピュピュって動けなくなってるのに、降りれもしないし何もできなくてやべーみたいな感じに、まあ、なってたのかもしれないですね。
ちょっと俺はまだねこれね食らったことないので分かんないですけど、そのような形になってるというところになってますね。で次は水中にて生物に寄乗しているときにサバイバーのスタミナが減少する問題を修正。あー、まあこれは衛水の頃も結構あったよね。衛水の頃はなんかスタミナが回復しないみたいな問題があったりしたんだけど、まあそんな感じなんで、まあちょっとお気をつけくださいというような形にはなってますね。で、次ですね。次なんだけどバシロサウルスも結構バグってるみたいで、赤ちゃん個体やで、あのバシロの死体の上で原因を生成できないように調整。これもしかして赤ちゃん個体とか原因が生成できていたみたいなバグなのかなっていう可能性があるので、まあそこら辺がね修正されましたよというような形になってます。で次ですね。次が赤ちゃんに対して手渡しで餌を渡しやすくなるように調整。まあ要するにこれインプリントかな、多分ブリーディングの中のと思います。で次、サーバーが高負荷の時に攻撃が届かない問題を修正。あー、スカってたんだ攻撃が、サーバーが重い時にっていう感じらしいですね。で次ですね。次はテック双眼鏡なんだけど、これはねあの新しく、まあ新しくっていうわけじゃないんだけど、もともとあったんだけど、新しくアイランドでゲットできるようになったって感じかな、のテック双眼鏡なんだけど、テック の, あのストレージに入れれるようになったという感じですね。で次ですね。次はバトルタルタルステーキなんだけど、これは料理だね。近接ダメージが増加するように修正。あ、これはあれなのかな、遠距離のライフルとかでしか上がんなかったのかな、ダメージが。でちゃんと剣とか槍でも攻撃力が上がるようになったので、僕には非常にいいという感じですね、メルククーリなんで。で次アースロですね。アースロはまあムカデですね。野生時に酸素にレベルが振られないようにする。あー、なるほど。でこれなんだけど、酸素がない個体に関しては酸素を振られないような形で他のステータスにあのポイントが振られるので、まあバリオとかめちゃくちゃポイントがそのせいでね高くなりがちなんだけど、それはねアースロー酸素値ないんだけど酸素値に振られてたみたいな感じなので、ここを修正したっていうところだね。で次ですね。次はテックチェストピース、まあテックアーマーだね。でサーバー高負荷時に一部機能が動作しない問題を修正。なるほどですね。で次はホバリング時に高度低下、まあ徐々にホバリングしてるのにこう高度が下がってきてるみたいなのの問題を修正。で次は水中にて使用できないはずの武器が使える問題を修正。あー、なるほどね、っていう形になってますね。ライフルとか使えてたのかな、なので結構テックのスーツも壊れてたと。で次、イクチオルニスクソドリですね。狩り&回収が時々機能しなかった問題を修正っていう感じですね。まあ金の卵をね、金玉を取ってくれるんでね、はい、そこら辺で使ってくださいって感じです。で次、破砕機ですね。エングラムを相当する問題を修正。あ、勝手にエングラム相当しちゃうんだ何それ。で次、エレベーターの足場ですね。エレベーターの足場がメッシュとか建造物の下にめり込んでしまって動作しないよっていうところが修正されたという感じで、あとは燃料系なんだけど、燃料を消費する一部の設備がサーバー再起動後停止する問題があるっていうところを修正。まあ要するに、まあ何かしらねずっと起動しときたいのに、まあなんか冷蔵庫が止まってたりとかで腐ったりとかっていうのがあったので、そこを修正っていう形ですね。で次は隠し扉ですね。隠し扉はあの壁をねこうくるって回すやつだね。であれなんだけど、立てることができないようになった隠し扉を誤って立てないようにするために、なんかインジケーターが追加と、まあ、要するにあの設置できないところに関しての修正かな、まあ、要するにちゃんと、まあ、よりサポートが増えたって感じですね、建築に。で次、プロコプトドンですね。これカンガルーです。カンガルーのポーチから出された赤ちゃんが引っかかる問題を修正と。ああ、なるほどね、これはちょっと良くないね。でさらにプロコプトドンもう一個あって、なんとアルゲンで掴めるようになりました。なんかアルゲンで俺前掴めてた気がするんだけど、なんかいつの間にかあの掴めなくなってたんだけど掴めるようになったと。まあ、 あの内部データ的に言うと、ベース重量が減ったって感じですね。で次ですね。次、壁台ですね。壁台が色の配置が逆になっていた問題を修正っていう感じです。で次、石の土台ですね。石の土台が土台側の側面に壁を設置できるようになったと。どういうこと？側面、土台側面、なんかよくわかんないんだけど、まあとりあえず土台の側面に置きやすくなった、なんかわかんないどういうこと、何を言ってるかちょっと僕はよくわかんないんですけどらしいです、はい。で次ですね。石の柵の支柱ですね。柱を設置できるようになったと。あ、柵土台の話かな、これは。柵土台に対して今はあれなのか、柱がつけれないのか。あ、これは紙ドロップとかでよく使う感じですね。柵土台のところを、なんか柱の起点にするみたいな感じのものが、スナップしなかったみたいな感じなのかな。で次はチトテウチス、イカちゃんですね。巨大イカ、プレイヤーや生物を、即キルしてしまう問題を修正。え何その、今イカちゃんと出会うと即死するバグあんの攻撃されてやばいぞ、今イカちゃんと出会わない方がいいぞ、やばすぎそれ、今のバグやばすぎだな、さすがに俺まだ会ったことないからイカちゃんとは、やばいね。
で次ですね、次はペラゴルニスですね。有機ポリマー重量 80% 減が機能していなかった。あ、そうなんだ、へえ、全然テイムしてないから知らなかった。で次トイレですね。トイレなんだけど生肉をすぐに腐敗させられる。え、そんなバグあったんで次給水口の範囲内である必要あり。え、トイレ給水口の範囲外でも使えてたってことか。なるほどね。なので魔法のトイレで肉をすぐ腐らせて、しかもあの給水口の範囲外でも水洗トイレを使えたっていうですね、奇跡の下水ワイヤレスでしたね。はい。で次テックガントレット、座標の位置を修正。あ、テックガントレット持ってると自分の座標が出てくるんだけど、それの位置がバグってたらしいですね。で最後ですね、最後はセラードアなんで多分天井ですね。天井のあのハッチとかですね、ハッチとかの類なんだけど HP を他の類似の大きさのドアに合わせて減少。え、ハッチドアって HP 高すぎたのか。なるほどね。っていう感じでちょっとね長かったんで駆け足でブワーってやってるんだけど、あの全部これがあの今回の冬の大型アップデートに来るとは限らないけど、今対応しようとしているのはここら辺のずらっと並んだ超ね、あの大型アップデートをやろうとしているので、ぜひね皆さんもね今あの逆に言うとこれがバグで出てるのでお気をつけくださいっていう形です。というところで最後にこれを踏まえてまとめという形でやっていきたいと思います。まとめとしてはイカちゃん怖すぎワルタっていう感じでイカちゃん一撃必殺の核キル持ってるんで、多分イカちゃんは、まあ、あの瞬獄殺持ちだと思います。はい。っていうところで皆さんイカちゃんには本当に気をつけましょう。でまあ、 あの他のね細かいねあのいろんな設定あるんだけど、まあ、とりあえず皆さんですね、まあ、こういった大型アップデートで冬前にウィンターワンダーランドが多分おそらく20日とか以降に来ると思うので、そこら辺のタイミングで来るんじゃないかなっていう大型アップデートなので、まあ、これが来たら嬉しいかなっていう感じで、まあ、とりあえずまあプレステ版の日本語版がいつ出るのかなっていう話はあれなんですけど、まあ、本当にねそろそろ1ヶ月以上経ったので環境が多少なりとも安定してくれると嬉しいかなっていう形ですね。出だしがマジでエグかったからね、そもそも前提プレイがあんまりできないみたいな感じでやばかったので、はい、そんな感じでね、まあ、ぜひね皆さんもね、こういったアップデートで、まあ、こういうの変わるんだなっていうところでね、見ていただければ嬉しいなっていうのと、あとは運営は結構やる気はあるぞという感じなんで、ドリーをね俺は応援しておきたいなというふうに思いますね。まあ、なんかでもドリー急に下ネタとか言い出すしね、おまたに体罰挟むとドルドンが驚くよみたいな、ちょっと僕はね下ネタ NG なんで何言ってるか分かんなかったですね。はい、という感じでね、ぜひね皆さんね楽しんでいただければっていうのと、あとはそろそろ日本語版プレイステーション出たらいいんじゃないかなっていうね、スパチューン頑張るという、いつ出るんだい、出ないんかい、出るんかい、今年中にっていうのがね気になるところではありますね。あとはね最近のトピックで言うと、チャリティーが結構ねそのログイン戦争あるもののサバ落ちがあんまなかったっていう形なんだけど、わざわざアップデート内容で書いてあったんだけど、チャリティーイベント中は描写距離、サーバー自体の描写距離めちゃくちゃ短くして、読み込み範囲めちゃくちゃ短くして、すげえね軽くするっていうね荒技を使ってたので、っていうか結果的にそれはすごくうまくいってたので、そういった形で多分今後イベント期間中はね描写距離が短くなって公式サーバーはね軽くなるんじゃないかなというふうに思いますね。という感じでですね、最近のトピックだとそんなのが気になったかなっていうふうな感じなので、ぜひねこんな感じで正常化していってほしいなというところで、今日はこの辺にしておきたいと思います。ぜひね皆さんアメリカ語難しいところあったんで補足とかねあったら教えていただければっていう感じで、コメントもお待ちしております。デケダルゲームではこんな感じで ASE の頃からアークの動画ね結構出してますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でさらにですね生放送も結構やってますので、ぜひね見かけたら遊びに来ていただければって感じで、ライフワークっていうですね参加型の企画をもう2年もねやってますので、2年以上もねやってますので、で基本的には金土ですね、金土固定でやってて、でそれ以外の平日はランダムでやってますので、ぜひね皆さんよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。